こんにちは、こんばんは。おはようございます。セスです。今日はですね、そう、もう着用してますけれども、ワークマンです。ワークマンさんから発売されている曲を手に入れよう。ユーロアルティメット、リアルフーディ、リフレクト、カモン。こちらをね、今日はご紹介したいと思います。なんで今日こちらをね、私ご紹介しようと思ったかと言いますと、私バイク通勤してるんですけど、まあ、夜ね、会社から家に帰る途中なんですけど、信じられないぐらいね、車で幅寄せされまして、やっぱりバイクって車から見えてないのかなと思いまして、普段からね、私、イージスはね、着用してるんですけど、こういったね、明るい派手な柄なんで、車からのね、こう視認性がね、あるかなと思って、ね、そういうことも考えてね、イージスを着用してるんですけど、やっぱり夜だとね、なかなかね、やっぱ暗いんで、いくらイージスが派手だと言ってもね、相手からね、こう見えるようにね、バイクを着ていかないとちょっと危ないなってところで、なんかこういい方法ないかなと思って、こうね、チカチカこう反射板とかあるじゃないですか、反射するチカチカするライトとかね、それつけてね、走った方がいいのかなと思ったんですけど、エニットワークマンさんに行くと、お店の中でね、ビカビカ光ってる商品があったんですよ。が、こちらなんですよ。今ちょっと画面上じゃわからないかもしれませんけどね、これね、光に反射する素材がね、生地の表面にね、反射コーティングって言ったのがしてましてね、で、光を当てるとね、ビカビカに光るんですよ。あ、これだと夜でも車のライトに光って視認性がアップするんじゃないかということで、今回こちらを購入いたしました。なのでいつものようにね、前半はね、商品の説明をして、まあ、最後バイクに乗って一応こちらのね、保温性なんかもね、確認しながら、他社からのね、視認性がアップするかをね、動画でお伝えできたらなと思ってますので、お時間とご興味ございましたら、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、じゃあ改めましてね、こちらね、ご紹介してまいりましょうか。ユーロアルティメットデュアルフーディリフレクトカムなんですけども、まあ、ユーロアルティメットデュアルフーディといえばね、シールドディスカバリーのゼンさんとか、テイクイティーディのタツヤさんがね、着用していることで有名なんですけれども、有名色がね、ブラック、ホワイト、サンドベージュで、リフレクトカムね。で、最近ね、ブロンズグリーンってやつが出たと思うんですけど、このリフレクトカムだけね、素材が違うみたいで、若干仕様が違っておりまして、他の4つの色はね、120% の伸縮性があって、結構ね、着用してもね、動きやすいんですけど、こちらのね、リフレクトカムはね、伸縮性がございません。なので、若干着用感は硬いです。でも、ビッカビカに光るんですよ。そういった反射コーティングの生地の表面にね、施してるんで、そういった視認性がアップするってところにね、特化した商品になるんですね。で、他の仕様はね、だいたい一緒なんで、それは今からご紹介してまいります。まあ、見た目はまあこんな感じですけども、最大のね、特徴はね、分離できるんですよ。いろんなものが。いろんなものが。まず袖が取れて、このファー、モコモコが取れて、フードが取れるっていう感じで、ベストにもなるんですよね。まずじゃあ袖をね、外していきましょう。袖を外すのは、こちらにチャックがあるんで、チャックをこういう風に、も外してこんな感じのベストタイプになるんですよね。うん。まあ、3シーズン対応ってことで、まあ、袖を外して、まあ、温度の調整をね、体感の調整をして、でまだ暑いなってなった時は、このファーを今度外すんですけど、ファーの方はボタンになってるんです。ちょっとこれね、めんどくさいんですよ。ボタンがね、こんな、こういうボタンなんで、ちょっとだけめんどくさいんですよね、これね、外すのがね。こんな感じですね。すっきりしますよね。あと今度は、ね、フードがね、ちょっと邪魔だなとか、春先ね、いらないなってなってきたら、フードをね、これは結構楽なんですよ。このチャックでね。こう。ここ。シュッ。はい、もう取れました。で、こんな感じですね。どうっすか？いいっすよね、このね、3パターンね。気温にね、合わせてね、自分のお好みにね、涼しくしていったり、暖かくしていくみたいな感じで。中はこんな感じですね。ボア系かな？ちょっと足の長いね、モコモコした素材がついてまして、ポケットが一つついてる感じですかね。で、外のね、生地の表面のこの凹凸した部分はね、シームレス加工といって、縫い目がないんですよね。風の侵入を防ぐのと、冷気の侵入を防ぐんですよね。で、中綿のね、抜けも防止するんですよね。はい、そんな感じの仕様になっております。中綿もね、ダウンのような、まあダウンじゃないんですけど、ダウンのような暖かい中綿が使用されているようです。で、まあ他の特徴を言っていきますと、まあここにポケットがありますよ、と。小物を入れるようなね、ちょっとしたね、ポケットがありますよ。
両サイドにポケットがありますよ。あ、袖口もこんな感じで指が通せるようになってまして、で風の侵入を防いで、なおかつマジックテープで袖口も絞ることが可能ですよという感じですかね。ここにね、ちょっと変わったでっかいねポケットがありまして、こんなね長財布なんかもスッと入りますよ、ちょっとね。はい、でシャフトを開けて、若干ここに一応、まあどんなねジャンボにもついてると思うんですけど、縦があるので多少の風は止めてくれるのかもしれませんけどね、ちょっと大きいファスナーなんで、マイクだと風をね結構通しちゃうかもしれませんけど、その辺もちょっと後で確認してみたいと思うんですけど、説明にはね、しなやかな開閉ができるロングアクティブファスナーっていう仕様だそうです。なのでね、そういった伸縮性とかこう動きやすさを取るんであれば、カモ以外の色をね選んでいただいた方がいいかと思うんですけど、そういったね、まあ、他社からの、まあ、特に車なんかからのね視認性をアップしたいなっていう私なんかはね、フレットカモがねちょうどいいのかなと思いますね。はい、じゃあちょっと実際ね、外に出てみてね、どれだけ暖かいかと、どれだけ光って、他社からのね、視認性がアップするのかをね、確認してみたいと思います。よっしゃー、よかったよねー。はい、改めまして、ジェスです。あんまりね、遅い時間だと、動画がちょっと撮影できるかちょっとわからなかったんで、一旦ね、昼間、出てみてね、ミュールアルティメットデュアルフーディーがね、どれだけね、暖かいかをね、今確認してるんですけど、これはすごいっすよ。何がめちゃめちゃ暖かいんですけど、もしかしたらいいですよね、暖かいかもしれん。やっぱ物が違うんでね、まあ、ちょっと比べるのはあれなんですけど、めちゃめちゃ暖かいっすよ、これ。いや、前さんもタザさんもこれめちゃめちゃ暖かい言ってましたからね。まあちょっとね、倍強じゃないんで、その風のね、受けているうちに、まあ、どれだけね、その暖かさが続くかはまだわかんないですけど、これね、かなり暖かいですよ。中綿も結構入ってるんで、なんか保温性もありそうな感じしますね。ただやっぱ若干ね、この辺ね、もうもろみにね、ファスナー剥き出しなんで、あと袖のところかな。これね、袖がね、肩から外れるんですよね、ズボッとね。この部分がね、少しだけ寒いような気がします。まあ、する。少しだけね。でも今は全然暖かいですね。これすごいなぁ。で、まあ今日もね、全身ワークマンでね、挑んでるんですけれども。まあ中はね、ボアのね、ついたインナー、上下着用してまして、ユーロボア防風ウォームパンツでしょ。で、これがユーロアルティメットデュアルフーディーか。もうちょっと名前がややこしくて、こんがらがってしまいますけどね。はい。ああ、これあったかいっすね。で、その肝心な、その反射なんですけど、今すでになんかピカピカ光ってませんこれ。必要以上に。あ、必要以上にじゃないな。なんか、めちゃめちゃ光ってる感じするんですけど、普通のね、こうやってジャケット類に比べても。なんか、GoPro ね、映ってる画像と、というかこの辺のミラーに映ってるこのジャケットめちゃめちゃ光ってる気がするんですけどね。まあこれがね、そういった他社からのね、視認性をアップさせてくれるという感じで思ってるんですけど、大体お店でね、店内でもここにジャケット光ってたんですよ。何これと思って。でね、これ使えるなと思って私これちら購入したんですよね。防寒性もあって、こういった視認性が上がるようなジャケットであれば、4900円で購入する価値あるんじゃないですかね。もうめちゃめちゃ光ってる感じがするんだけどな。ちょっとこれ帰って動画見てみないとわかんないですけど、私が今見る部分にはすごい光ってる。基本はグレーなんですよ、これ。グレー。グレー色なんですけど、今もう白く輝いてるように見えるんだけど。どうなんやろうな。もちろんね、後でね、夜遅くなって街中走るときにどんな感じ光ってるかもね、ちょっとお届けしたいと思ってるんですけど。いや、これはめちゃめちゃあったかいなぁ。すごい。で、気温に合わせて、袖が取れたりとか、このボア、モフモフが取れたりとか、このフードも取れたりするんで、なんか無限大って書いてましたよ。まあ、無限大って言い過ぎかもしれませんけど。ね、その組み合わせがね、あ、すごいんじゃないですか。あ、これあったかいなぁ。風の侵入もほんとね、今んとこないんすよね。ちょっとこの辺冷気を感じるかな。やっぱりね、前立てがないんでね。冷気を感じると、やっぱ袖がね、このファスナーのところが若干ですけどね。まあまだね、走り出して30分ぐらいなんで、これがね、1時間、2時間とそういったツーリングなんかをね、
してると寒くなってくることもあるかもしれませんけど、でこれバイクに乗ってた時結構暑いぐらいなんですよ今の気温だとバイクでちょうどいい感じ、うん、あこれいいな、めちゃくちゃ気持ちいい感じするな。イーリスより生地が硬いんですよね、まあ、これいい意味でね、その硬いところが風を通さないのかな、ちょっとその辺がね、今確認中なんですけど、イーリスより暖かい気するなこれな。いやそれじゃないかな、難しいな、今度シャップレーンも比べてみようかな、イーリスとね。いやこれすごいな、暖かいな、めちゃめちゃ暖かいですけど、あまあね、まだね、3、40分しか走ってないんで、もうちょっと走ってみてね、どんな感じかね、お伝えしたいと思います。はい、だんだんね、火が落ちてきております。はい。光ってますね。なんで光ってんのこれ。え、何に光ってんのこれ。なんか、光に当たってんのかな、どっかの。なんか光ってますよね。え、どこからかの光にもうすでに反射してるのかな、なんかめっちゃ光ってるんやけどな。ねえ。はい、そういうことでございます。すごいな、これ。夜になったら。これでも何の光に反射してんのやろか。何これ。何に反射してんの、もう目の前のあの、車のハザードライトみたいな、ライトに反射してんのこれ。なんかよくわからんんですけども、すでにこの辺が光ってますもんね。あ、すごいなぁ。いや、ちょっと私も、懐中電灯をここにね、仕込んでね、ビカビカーってやったのかなと思ったんですけど、ついにもう、光ってますよね。ライトにも反射してるもんな。すごいな、これ。ピッカピカやんか。なので、これ、前方の車のライトにも光ってるんでしょうね。あ、やっぱそうやわ。ブレーキランプ、ブレーキライトにも反応してる。あんな目の前に、結構離れてんのに。あんな離れてるやつにも反応してるわ。すごいね。あー、これ夜の街行ったら、まあ、目立ちまくんじゃないのこれ。へぇー、わ、すごいよ。あ、ライトが反射してるわ。ブレーキランプが。ブレーキ踏んだ間に自分が反射して光ってる。はははは。すごいな、これ。ほんまに。あー、もうこれでね、夜間の車からのね、視認性かなりアップしたんじゃないですかこれ。まあ、なので前方はまあこれでね、わかるんでしょうけど、やっぱ後方か。後方の映像撮りたいな。後方も全部絶対こんな後ろの車、ライト光っとったらね、後ろもビッカビカに光ってるはずなんやけどな。あ、ちょっとこれ、キャリアに取り付けしてみようかな。はい。そんな感じでございますよ。ライトにすごい反射するんや、これ。これだからね、やっぱりね、まあ昼間はね、やっぱイージスの方が派手な色なんで、目を引きそうな気もしますけども、なので朝晩かな、そういった暗い時間にね、走ることが多いライダーは、これめっちゃ光ってんねんけども、勝手に反射してる。ブレーキランプに反射してるって、すごいな、この車。あ、じゃあこの服。ほらほら、ブレーキ消えたら。ね、前方からの光かなんかももうすでに受けてるんですよ、ここに。ちょっと私のこと、電熱グローブの緑にも反射してるやんか。すごいね。あ、すごいすごい。もうこれはすごいな。これは全ライダーにおすすめ。視認性アップ、車からのね。すごいすごい。ちょっと背中にもう、あ、その前にちょっとあれやな。じゃあ一見この、仕込んだ。これつけてどうなんだよ。これを押したらこんな感じですよ。自家発電。これしとったらすごい目立ちますよ。自分でこうね、懐中電灯を浴びせるというね。これこれちょっと、あ、これ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 や。これはすごい。あ、今見られた。ちょっと今見せなかった、ちら見せなかった。これよ。これ撮ったらもうすごいやんか。ここに私いますよみたいなね。ちょっと、液晶モニターが見にくいね。こんな感じやで。すごい。究極を手に入れました。すごいな。ちょっと恥ずかしいけど。これ自分で光らせるっていうのもね、一つの手かもしれませんね。これね。懐中電灯でね。
懐中電灯で自分で自分を光らせて車からのね視認性をアップして、そういった事故にね巻き込まれないようにねできるジャケットでございますよ。やるかやらないかは別としてこれなかなかやる人ないんでしょうか。おじさんこけたこけた。これぐらいにしとこうかな直接浴びとったらちょっと恥ずかしいなこれじゃあこれちょっと背中からのね映像もちょっと撮りたいんで、背中からの映像も撮りましょう。ちょっとね、はい、ってこともあって俺輝いてるでこれほんまに俺が輝いているはい、こちら夜の街を走ってみた動画になるんですが、どうですか、やっぱ結構光ってますよね。うん、いや、いろんな角度からの光に反射するんで、まあ、どこへ行っても輝くみたいな。はい、まあ、これだけ光ってたらね、車からの視認性もアップして、バイクの存在に気づいてもらえれば、事故に遭う確率も減るんじゃないかなと思いました。まあ、ライダーは着用してみる価値あるんじゃないでしょうか。はい、以上になります。はい、今日の動画がいいと思っていただいた方は、いいねボタン、チャンネル登録もお願いいたします。まあ、私のチャンネルはね、こんな感じでワークマン紹介したり、バイク関連のアイテム紹介したり、ツーリング動画をアップしたり、いろいろやってるチャンネルになりますが、どれか気になる動画がございましたら、またご視聴いただければ嬉しいです。で、またね、コメントなんかもいただけたら、次の動画作りの励みになりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら、またね。